旦那の出張中に浮気中、バレないように大慌ての嫁。俺の名前は和成。嫁の明子とは結婚して4年目ですが、子供はまだいません。最近俺の仕事が忙しくて、出張や残業が重なり、明子には寂しい思いをさせてるなぁと申し訳なくも思っていたのですが、明子の様子が日に日におかしくなっているのを感じていました。明子はアパートで働いているのですが、少しずつ化粧は濃くなっていて、下着も妙に派手なものが増えていました。浮気を疑った俺は更新所に依頼。すると結果は完全なる黒でした。俺は自分が出張だと嘘をついて出かけて、明子を追い詰めてやることにしたのです。和也、出張お疲れ。今回は3日だったよね。そうだよ、出張ばっかりでごめんな。全然大丈夫だよ。和也が働いてくれてるおかげで楽しく生活できてるんだから。3日で帰るけど、もし早く帰れそうだったら連絡するよ。2泊でホテル取ってるんでしょ。それなら焦って帰ってこなくていいよ。行ったり来たりも疲れるだろうし、のんびりしてきてよ。そうだな、わかったよ。のんびりしたいのはお前の方だろうが、と言いたい気持ちをぐっとこらえ、俺はチャンスを待つことにしました。嘘の出張初日、更新所の報告によると、明子はホテルに宿泊中とのこと。しっかりと証拠写真を撮ってもらった後、早朝に俺は明子に LINE しました。明子、出張1日で終わっちゃってさ、今は帰ってるとこだよ。え？2泊じゃなかったの？その予定だったんだけどさ、早く終わったし早く帰ろうかなって。今朝の7時だし9時には着くかな。家にいるよな？もちろんだよ、まだ寝てるけど。そうだよね、起こしてごめんな。じゃあこれから帰るから寝てていいよ。ゆっくりしてきたらいいんじゃないの？そんな慌てて帰ってこなくても。なんで？なんか帰ってきてほしくないみたいだけど。そんなわけないじゃん、ただバタバタしてて大変そうだなって思って。大丈夫だよ、今すぐ帰るね。俺はそう連絡して更新所からの報告を待ちました。案の定更新所からは、奥さん大慌てですと連絡が来ました。俺が帰ってくると思った明子は、大慌てで不倫相手とホテルをチェックアウトしてホテルから出てきたそうです。出てきたという報告を確認して、再度明子に LINE を送りました。あー、なんかさ、こっちの支社の人に美味しいお店教えてもらって、そこに寄ってから帰ろうと思ってるんだよね。え、そうなの？じゃあ今日の帰りは夕方くらいになるのかな。いや、せっかくだしもう一泊してこうかな。明子もそう言ってくれてたし。そうなんだ、じゃあ今日は帰ってこないの？うん、そうするわ。なんかあった？いや、何もないよ。わかったよ、じゃあ結局帰りは明日なんだよね。そうだね、また帰る時間分かったら連絡するけど、何か困ったことでもある？大丈夫、私はどうせ家にいるし特にすることないから、時間だけ分かったら教えてね。そう言ってまた LINE を終わらせて更新所からの連絡を待ちました。結局明子と真男はまた次のホテルに休憩に入ったらしく、この二人は全く懲りてないのだと確信。そして俺は再度 LINE を送りました。ごめん、行きたかった店今日定休日だったんだ、だからやっぱり帰ることにした。え？そうなの？また？またって何？いや、なんでもないけど。何か困ったことでもあるの？ないよ。じゃあ帰っていいんだよね？もちろんだよ、何言ってるの、好きなタイミングで帰ってきていいよ。ちょっとびっくりしただけ。じゃあ何時くらいに帰ってくるの？2時間後くらいかな。家にいるんだよね？家にいるよ、じゃあ待ってるね。そして再び更新所からの連絡を待ちました。自分でもしつこいなと思ったのですが、1年間も裏切られていたのです。これくらいしてやらないと気が済みません。更新所からはまた明子と真男が慌ててホテルを出たというメッセージを受け取りました。しかし真男は帰る様子がなく、俺が帰ってくると言った2時間後までは一
緒に過ごそうとしているようだったので、俺は2時間後にまたメッセージを送りました。ごめん、ちょっと払いたくて新幹線乗れなかったんだよな。え、そうなの？だからやっぱり朝帰るよ。こっちで一泊して帰る。あ、そうなんだ。何？いや、なんでもないよ。ちょっとがっかりしただけ。早く会えると思ったから。そうなの？今何してるの？今？家でテレビ見てるよ。何見てるの？ニュースとかだよ。へえ、じゃあ家にいるんだね。今日はどこにも行く予定ないよ。家でダラダラしてるだけ。そうなんだ。じゃあ俺もいないことだし、のんびりしたら。そんなこと言わないでよ。和也がいた方がいいに決まってるでしょ。だといいけど。え？どういう意味？なんでもないよ。じゃあ明日は朝一で帰るから。わかったよ。早く寝て待ってるね。そんな可愛らしい秋子からの LINE も、今ではただの肉肉しい嘘にしか見えませんでした。秋子は実際には浮気相手の男の車でドライブしているのを更新所からの報告で知っていたからです。そして俺は最後の決着をつけるために家に帰って秋子の帰りを待ちました。秋子は翌朝早朝に LINE してきました。カズヤ、おはよう。今日は何時の新幹線？もしかしてもう乗った？今どこにいるの？え？もちろん家だよ。家のどこ？寝てるよ。まだ起きたばっかりだからベッドにいるよ。へえ。俺昨日から家のベッドにいるけど、アキコに会ってないよね。それからアキコからの LINE は止まりました。そして30分後、アキコは家に帰ってきて俺を発見しました。カズヤ、帰ってたんだね。うん。で、アキコはどこに行ってたの？ちょっと友達と会ってて。もういいから、正直に言えば。正直にって？もうしらばっくれても無駄。今までどこで何してたの？ごめんなさい、裏切るつもりはなかったの。そういうつもりじゃなかったのよ。アキコは大げさに泣き始めました。でももう俺の気持ちは冷めきっていたので、こんなに必死に泣く人がいるんだなというくらいにしか正直思いませんでした。そのまま無言で離婚届を目の前に置き、家から出て行きました。するとすぐにアキコから LINE が来ました。ごめんなさい、カズヤ、戻ってきて。明日までに家を出てくださいね。今日はどっかに泊まって帰るから、明日には荷物全部ない状態にしといて。待ってよ、私家がなくなったら困る。収入も少ないし、私どうすればいいのよ。知らないよ。パート先の上司にでも聞けば。アキコの不倫相手のね。相手まで知ってるの？ちょっと待ってよ、お願い、一回戻ってきて、話し合いたい。さっき俺が家にいた時に泣いてて話し合いにならなかったよね。だから話す気ないんだと思って出てきちゃったよ。なんかあったならさっき言えばよかったのに。だってちょっと動揺して、どうしたらいいのか分かんなかったから。あっそ、離婚届書いといてね。慰謝料は後で請求するから。慰謝料？そんなの無理。上司とは本気じゃないし、ちょっと暇つぶしだったの。へえ。俺が出張の間必死に何軒もホテル変えてまで一緒にいたくせに。よくやるよな。そんなことまで知ってたの？待ってよカズヤ、誤解なの？誤解って何が？ちなみに浮気の証拠はもうバッチリ揃ってるし、会社にも実家にも内容証明を送るつもりだから逃げられないからな。待ってよカズヤ、出張が多くて寂しかっただけなの。今さら遅いんだけど。それじゃ、これからは出張じゃなくても俺はいないし、気兼ねなくホテル巡り楽しんでね。さようなら。俺はそのまま LINE をミュートにして開かないことにしました。以前から相談していた弁護士に頼んで、すぐに行動に移してもらい、アキコの会社と実家に内容証明を送付。
慰謝料を請求して離婚が成立。明子は別れたくないと最後までごねていましたが、結局裁判になるのを恐れて承諾してくれました。会社も不倫がバレて居づらくなり退社。今は真男の嫁と俺からの慰謝料の支払いのために就活中らしいです。俺は真男と明子からの慰謝料で新しい人生をスタートさせるつもりです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。